いつもご視聴ありがとうございます。ちょうど1年ほど前にこの無塗装樹脂専用ガラスコーティングペルシード、これをこのフォレスターのこの樹脂パーツに施工しました。1ヶ月後3ヶ月後とか耐久性を洗車の度に確かめてたんですけども、その度にですね、少しずつコーティングの効果は落ちてきてたような気はしてました。ただこの商品が謳ってるのは1年耐久ということでしたので、施工後1年経って、どういう状態かということを見ていきたいと思います。他の樹脂用のガラスコーティング剤を使ったことはないので、他のコーティング剤と比べるということはできないんですけども、この商品自体が耐久性がどれほどのものなのかということがお伝えできればなと思います。少し雨がかかってますけども、ちょっとこういうところにね、水のシミが残ってる状態ですね。樹脂パーツの部分でもこの垂直になってるパーツですね、こういうパーツはもともと水滴とか汚れがついても雨とかで流れてしまってですね、乾いてもシミになりにくいんですけど、上を向いてるパーツがフォレスターの場合多いんですよね。このカーゴステップパネルもそうですし、この部分とか上向いてるんで、雨が降った後にシミが残ってそのまま乾いてしまって斑点になってしまってる、結構残ってますけど、こういう部分が多いです。でこの幾何学テクスチャーの部分は目立ちにくいんですけどね、そういう風になったとしても、ただこの幾何学の部分は上向いてる部分がほとんどないんですよね。ですから流れてしまうので、シミはできにくい状態になっているのかなと思います。ですからこの部分もですね、本当だったら幾何学テクスチャーにしてくれたら水のシミが目立ちにくい作りになったんじゃないかなと思うんですけどね。今日は比較的綺麗な状態ですけど、砂ぼこりとかが斑点状になって残っていることが多いです。カーゴステップパネルの部分、弾くのはしっかり弾いてくれますね。しっかり耐久してるんじゃないかなと思います。ただこういうシミ残る原因のこういう水滴がね、残ってしまうのでシミになるということですね。水が流れ落ちやすい部分は多少水滴残るんですけど、時間が経てば下に落ちてしまうのでシミができない。しっかり流れていきますけどね、中途半端な雨の時に残りやすいということですね。耐久性は持続してるんじゃないかなと思います。フェンダーアーチ、ドアミラー、しっかり弾いてるんじゃないでしょうか。あと一番効果を発揮してほしいのがこのフロントグリルの樹脂パーツの部分なんですよね。周りはピアノブラックでツヤのある塗装になってるので、ここには施工できないんですけど、この内側の部分、ここはブラック塗装の部分と幾何学テクスチャーの部分のコンビの作りになってます。ほとんどが幾何学テクスチャーはこの部分だけで、あとは全部
無塗装のブラックの樹脂なんですけども、この樹脂の部分が上を向いているのでね、洗車した後とかの水滴がどうしても残ってしまって、それが乾いてシミになったりだとか、あと雨が降った後その雨が残ってしまってシミになったりとかしてしまうんですね。でこのようにですね、昨日も雨降ったんですけど、そのまま乾いてしまうとこういうシミが結構たくさんできてます。で幾何学テクスチャーの部分も流れ切らなかった水滴がそのまま乾燥してウォータースポットとして残ってしまってますね。まあ、ただこういうのがしっかり水で流せれば落ちればいいんですけどね。あまり流れていかない感じですね。フロントに関しては駐車の仕方もあるのかなと思います。火が結構当たるところなんですよ。で一応この屋根がついてるので、まあ雨は防げますし、日差しもね多少は緩和してくれてると思うんですけど、通常この前の部分はちょっとはみ出してるんですよ。なので雨も当たりやすいし火も当たりやすいというような状況に駐車してますので、もしかしたらそういうね駐車環境の差でリアとフロントと差があるのかもしれないです。幾何学テクスチャーの部分は、まあ、垂直に取り付けられているパーツなんで水はね流れやすいんですけど、この部分ですよね。この部分はどうしても大きなこういう水たまりみたいのができてしまって、これは、まあ、その後走らないとね飛んでいかないので、このまま残ってしまって大きなシミになってたりすることもあります。この無塗装樹脂専用グラスコーティングペルシード、まあ、主観的な採点をすると、まあ、リアはしっかり弾いてて水滴も残りにくい、ただまあフロントが、まあ、思ったほど効果が長続きしなかったなというところもあるので、まあ、80点ぐらいかなと思います。まあ、そんな高いものでもないですし、定期的に再施工すればいつまでもこの黒いね、艶が長持ちできるということで、施工しないよりかは施工した方がいいかなというふうには思います。水弾きとあと黒い艶をね長続きさせたいということで施工しましたけれども、まあ、古くなった車でね樹脂パーツが白くなってしまっている部分に施工することで、その白い部分をね黒く元の艶にね戻すという効果もありますので、まあ、古くなってから施工してもいいのかなと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。